70門徒のイコン70門徒とは、ルカによる福音書十章一節にあるイーススハリストスによって12使徒の他に選抜されて2人一組として伝道に使わされたイーススの70人の弟子たちのことであり、日本正教会での訳語70ととも表記される。70門徒を正教会では使徒にも数えている。 誰が70門徒として伝えられているかについては、様々な伝承が、教会に存在しており、70門徒すべての人名は明らかにされていない。古代においても、すでに、教会しかエウセウいが、十二使徒の名前は、福音書に明らかにされているものの、70門徒の名簿表は伝わっていないことに、言及している。初めての70門徒の名簿表は、ティルスの主教。 新品致命者制度ロセオスによるものとされる。しかしながらこの表の中には、実在が疑われるような人物も記載されており、この表は後世に作成されたものであると、正教会でも推定されてきた。こうした作語と考えられる伝承を訂正して、ほとんど完全とされる70門との表を作成したのが、ロストフの不主教、生成者制デミトリーなどに、異説、異論があるものの、 70門との人名表として、聖教会で用いられている。この人名表に含まれる著名な聖人としてはなどが挙げられる。ありがとうございます。